医療ダイアリー February 16th, 2024 by 広志林 Hamamatsu City, Japan 医療日誌2024年2月16日林広志です。おはようございます。最初に、まず最初に、一番先にですね、こういう事実といいますか、こういう常識を一度皆さんの頭の中にですね、入れていただきたいと思います。つまりですね、例えば日本の神々をずっと眺めてみますよね。北海道から沖縄まで神々をずっと眺めてみますよね。ずっとということは、いろいろな神々をですね、頭の中で想像というよりも、皆さんがですね、思いつく神々をですね、次々と考えてみてくださいという意味です。その時にですね、同時にこんなことも考えてみたらどうかなというような提案程度にとどめたいと思いますけども、もう少し踏み込んで言えばですね、こんなことも考えてみてください。つまりですね、この日本にだけ、いいですか、この日本にだけの神がいるとしたならばですね、はい、それはそう思うこと自体がですね、その神に対する冒涜だと私は考えています。もっとはっきり言えばですね、失礼だということになるということなんですね。もう一度繰り返しますね。ここが重要ですから、もう一度繰り返します。日本にだけ、この日本にですよ、いる神だと、その神がですね、日本の神様だ、日本にだけいる神様だというふうに考えること自体がですね、その神に対する冒涜、もたければですね、失礼、千番極まりないということになるわけですよね。はい、というふうに考えてみたらどうかなというか、提案というよりも考えたらいいんじゃないかと私は考えています。というのは、日本という国はですね、はい、ずっと地球儀をくるくる回してみてもわかるように、大変小さな小さな島国なんですよね。それはもうどうしようもない事実なんですよ。はい、小さな小さな国なんです。そして世界中100、200カ国近く国があるそうですけども、それぞれの地域、国にはですね、それぞれの神がいるわけですよね。はい、どんな小さな、国にもですね、その国の、つまりは土着的な神がいるということになってますよね。しかしそれはおかしいということです。で、話を戻しますとね、その神がどんな神であるにせよですね、この日本だけの神だ、日本人のためだけの神なんだ、ね、この小さな島国だけで私たちが信仰する神だというふうに考えること自体がですね、それ自体が大変失礼なことだ、イコールその神に対する冒涜だということになります。で、ざっと見てみるとですね、日本の神様という言葉が出てきますけれども、そのような位置にですね、日本の神を置く、あるいはそのような位置で神を考えるということ自体がですね、その神に対して失礼だということですよね。じゃあ世界の神かということになりますと、当然世界の神ですよ。このちっぽけな地球にですよ、日本で言ってませんよ、ちっぽけな地球にですね、つまり一人も二人はそれいるかもしれませんけどもね、もう全世界にあちこちにね、何百という神がいること自体、あるいはそのように考えること自体がおかしいわけです。神というのは、オールマイティですよね。全知全能ですよね。そして宇宙を自由に駆け巡る神なんですよね。はい、この太陽系のみならず、宇宙全体、もっと言えば銀河系、さらにはというふうに考えていくわけですけども、それ以上になりますとね、私たちの想像力を超えているというよりもですね、あまりにも人間という存在が小さくなりすぎてしまってですね、人間の存在そのものがなくなってしまいますから、ある程度のところで止めて考えるわけですけども、少なくともこの太陽系にまたがる神ということになるわけですよね。この地球にだけの神がいるというふうに考えること自体が、
そもそもその神に対する冒涜ということになっていくわけです。そしてこの小さな地球にはですね、何人も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 神がいるわけではないということですね。まあホーキングも言っているようにですね、一つの惑星においてですね、一つの知的生命体が住んでいると、その2種類の知的生命体が住むということはありえないと。必ずその知的生命体同士のですね、戦争が始まって、そして相手をですね、抹殺するところまでやり込んでしまうだろうというのが、まあ、ホーキングの基本的な考え方なんですよね。じゃあ人間はどうかというとですね、人間は、まあ、肌の色が違うとか、ね、いろいろありますけども、一種類なんですよ、ホモサピエンスは。ですから、私、あなたがですね、例えば、その北欧の人とも結婚しても子供を設けることができるし、アフリカの人と結婚しても子供を設けることができるし、あるいは、まあ、いろんなね、国の人と結婚しても子供を設けることができる、イコール一種類なんですね。ですからこの地球上には人間という、まあ、知的生命である人間というのは、まあ、人間という知的生命体といったらいいのかな、つまり一種類でしかないということですね。ですからまあ今のところね、いろんな問題が起きてますけれども、一応まあね、仲良く暮らすことも可能だということになってくるわけです。はい。で、話を戻しますと、じゃあ神がいてその地球をですね、同行しようとしたときにですね、まあ、その対立的な神がいたとしたらですね、これは大変なことになりますよ。もう最後の最後まで、まあ、戦争してしまうでしょうね。が、しかし、その神といってもですね、ある一定の幅の中にいる神ということになるわけですね。ですから、まあ、見た感じですよ。調べた感じですよ。まあ、つまり、何種類。程度の神で、まあ、見た感じに終わるということですけども、中身はやはり一種類ということになってくるわけですよね。ということになってきますとですね、神同士も、まあ、構想を繰り返してますけども、それはその範囲の神の範囲における、まあ、構想ということになっていくわけです。その神について言えばですね、さあそこで先ほどの話をもう一つワンランク上に上げてみますけども、この地球のためだけに、まあ、人の、まあ、神がいる。その神は地球人のためだけにいる。あれは地球の生命体全てのためにいる。何でも言うわけですけども、この地球だけのために神がいる。その神はそういう神だというふうに考えること自体がですね、神、その神に対して失礼、旋盤、いわゆるまあ、冒涜だということになる、わけです。つまり、その神を敬いながら、奉りながら、あるいは、まあ、信仰しながら、結局はその神をですね、バカにしているということになるわけです。そうでしょ？この地球のためだけの神だなんてね、そういうふうに人間が勝手に思う。それは結構なことかもしれませんけども、その神をバカにしているということになります。と同時に、今度は神の目線から見てですね、何も人間のためだけにいるわけではないということにもつながっていくわけです。まあ、人間の方はおめでたいですから、神がいると人間のためだ、人間のためなんかしてくれるはずだ、人間を作ったら神だ、神はだから人間に対して責任を負うべきだというような考え方、これはあのドラ息子的な発想なんですよね。はい。まず人間あった、それは結構なことです。人間がある、それはそうなんですけども、まず人間自身の自己責任というものを追求していくということですね。生きているのは私たち自身なんですからね。不完全な人間作って、何が神だ、助けてくれない神なんて神じゃないんだっていうような言い方はですね、まあ、例えて言うならば、ドラ息子がですね、親に向かってですね、まあ、つまりね、いろんな責任を追求するドラ息子の発想と同じだということです。自分はもっと成功すべき人間だったけども、親がだらしないから成功できなかったんだ。親が悪いんだ。何でもかんでも親が悪いんだ。まあ自分はこうであるのは親の責任だっていうような感じで、親の責任を追求しているわけですよね。以前は日本人はそうではなかったんですよ。私たちね、まあ生まれると同時にその考え方が正しかったとは思いませんけども、やっぱりどこかでね、産んでいただいてお父さんお母さんありがとうございますね、育てていただいてお父さんお母さんありがとうございますね、家事も何も手伝わなくても勉強だけできたってことに関してお父さんお母さんが仕事をしてくださったからです、ありがとうございますという感じで、まあ、基本的にはそういう考え方を持ってたんですよ。それがいいか悪いかはまたそのね、時代の流れというものがありますからね。こんなこと言うと、いやー耳が痛いって人もいますからね。そして私自身もですね、高校行くときにもですよ、高校ですよね、半分が就職組、半分が進学組であったわけですけども、高校へ行くときにもですね、恐る恐る聞いたもんですよ。お父ちゃんお母ちゃん、僕
僕ここ行っていいかなって感じで聞くんですよね。それが原点だったんですけどもね。同じようにそこに地球だ、まあ、地球の地球全体に君臨する神がいたとしてもですよ、やっぱりその神のおかげで私たち人間がいるんだという考え方をするか、逆にですよ、人間を作っておいてね、なんで人間の面倒見ないんだ、この地球がめちゃくちゃになったらみんな神のあんたのせいでしょうが、あんたがきちんとしないから人間はこんなバラバラになって戦争ばかりしてね、不完全で未熟でね、どうしようもない人間になっちゃったじゃないか、作った以上責任取れって考えるのは、これはドラ息子的発想だということです。しかし今日のテーマはそれじゃないんです。まず私たちが持っている神像というものをですね、1ランク2ランク上げて考えていくとですね、つまりはこの地球だけのために、なおかつ人間のためだけにその神がいるとしたら、それこそそのそういうふうに考えること自体がですね、その神に対する冒涜だということになります。失礼だということになります。まあ、それは分かっていただくために、当初ね、冒頭で日本の神という話をしましたけれども、ワンランク上に上げれば、神というのはそういう存在だということです。つまりその神とは何かというと、まあ、つまりですね、人間よりも人間に先立って、何万年、何十万年、何百万年、さらには何億年っていう、何十億年っていう昔から、この宇宙を、まあ、つまり支配しているとは言いませんけれども、まあ、行き交う、まあ、自由に、まあ、飛んでいる、まあ、はるかに進化した、まあ、神というのがいるわけです。その神というのはやっぱりなぜその現代今その神としてまあいることができるかというと、やはり徹底した平和主義ですよね。まあ、そのいわゆる何度も言いますけども、いわゆるまあ技術的な進歩、いわゆる人間の進化というよりも進歩でしょうね。まあ、進化というのはなかなか、ね、できるわけないので、むしろ退化することもあり得るわけですから、まあ、それは難しいですね。しかし進歩ということになりますとね、それはもう神の方がそれだけ先を行っているわけですからね。その技術的な進歩ということを考えるならばですね、進歩とそれからつまりは武器の発達というのは必ず平行移動といいますかね、つまりその人間の技術が進歩すればするほど武器も進歩するということですね。まあ、昨今ね、ロシアとウクライナの戦争がいろいろと報道されてますけれども、その都度驚かされるのはですね、武器の進歩ですね。そんな武器ももうあんのかってな武器が次から次へと出てくるわけですけども、つまり宇宙で君臨するためにはですね、神がですよ、もう僧侶をはるか昔に通り越して徹底した平和主義ですよね、を貫く、あるいは私たちが想像もつかないほど徹底した平和主義的なものの考え方をする、まあそういう知的な生命体であるということですね。またそうでなければですね、もうね、すぐさま戦争してですね、はい、あの半島よこせ、ドンパチドンパチガンガンってやってですね、そしてまあめんどくさいやってことでね、量子爆弾のようなのも作ってボカーンと跳ね打ってですね、そしてその星を惑星をですね、灰のように粉々にしてしまうとか、あ、めんどくさい、もうそこの太陽 もうみんな消しちゃえってことでボカーンとね、爆弾を打ったら太陽が消えてしまうとかね、そんな爆弾まで作るようになったらもうそれこそ宇宙そのものがね、危機的な状況になってしまうわけです。がしかし、まあ、かろうじて人間が生きているこの時代というのは、まあ、本当にね、まだ1000年、2000年、1万年ですから、この1万年、20万年では経験できないかもしれませんけれども、まあ、宇宙間戦争というものがですね、頻繁になされるようになったら、100万年単位であちこちでね、星団が消えたり、こちらの方でね、いわゆるまあ、またないわゆる日本じゃ人間が言う、どうしても日本って出てきちゃうんですね。ここでまた私のね、常識の限界と言いますかね、耳ちい考えの限界なんですけど、日本じゃなくて地球のですね、つまりその何て言いますか、生命体そのものもまあ生きていくか行かれない、まあその生きていくためには、宇宙で生きていくためにはですね、つまり私たちはまあその意味においては、その精神性をですね、道徳性、理念、哲学、すべてをですね、レベルアップ、はるか高いところまでレベルアップしないと、まあまあ、もちろん仲間にはしてもらえないということにつながっていくわけですけどもね、まあ、要するに話戻しましてね、この地球だけのために神がいるというふうに考えるのは、これはその神に対する冒涜である。そしてこの人間のためだけに神がいると考えることも、これまた冒涜である。人間まだそのレベルにはるかに達していないわけです。達しているというふうに思い込んでいるだけなんですね。つまり地球における生命体すべてを網羅する神、それでも足りないんですよね。今度は太陽系の生物すべてを網羅する神ということになってくるわけですけどもね、まあ、そこまで言ってもまだあるかもしれませんね。それこそシリウスまで巻き込んで
そこまでその範囲ぐらいまでの神ということになってきますし、それから先はですね、先ほど言いましたように、もう私のいわゆる、まあこういう話の、まあ、空想というよりもですね、妄想に近いかもしれませんけどもね、まあ、しかしその思考力の限界ということになってくるわけです。まあ、そういう前提でですね、ずっとフィードバックして考えるとですね、まあ、つまりは神、この地球だけの神というのは存在しないんだと、人間だけのための神も存在しないんだと、その神がどうして地球と、まあ、歴史を見ると話に出てくることが言えば、来るかといえば、それはそれを説く私、話している私が地球人だからなんですよね。ですから一つ視点をですね、そういう神の目に置いてみて、その視点から地球を見て人間を見るとですね、物の見方がガラッと変わるということです。その一つとしてですね、まあ、今日もっと分かりやすい話でね、地球の神というテーマでですね、今日はですね、イスラム教を取り上げてみました。で、今日今のところ14本の動画、関連動画を上げてますけども、イスラム教です。で、イスラム教の冒頭に出てくるのがジブリールという神なんですよね。そのジブリールがムハンマドに話しかけるわけです。プロクレイム、さあ読めムハンマドと言って話しかけるところからイスラム教は始まるわけですけどもね。で、その中に出てくる言葉が、あなた方人間を創造した神を忘れるんじゃないってことで、まあ、そのムハンマドを説教するんですけども、その一言がですね、人間を作ったという部分でですね、つまりはプロメテウスとつながっていくわけです。はい、つまりジブリールというのはですね、プロメテウスの姉でもあり妻でもあった、いわゆるまあそのアナヒータイコールアルテミスと持ってこなきゃいけませんしね、あるいはそのまあ一般的に延期のです、延期を作った姉でもあり妻であるのはですね、ニンフルサグと言われてますけども、ニンフルサグっていう神はですね、これは大変、まあそのか、まあ、いわゆる姿がちょっと得意な姿でして、いわゆる、まあ、エジプトのハトホルとつながっていくわけですけども、じゃハトホルイコールアルテミス、アナヒーターかなというと、ちょっと違うような、まあ、まだ私の場合、頭の中ではつながってませんがね、ですから、まあ、神のことですから、まあはい、いろんなことをなさったわけですけども、ともかくアナヒータという神はですね、全ての神の母神と位置づけられてますよね。母なる神です。まあ、つまり四頭立ての、ね、馬車に乗ってですね、天空を駆け巡った、まさに太陽の神ということになっていくわけですけどもね、そのアナヒータが処女解体で産んだ子供が、まあ、産んだというよりもですね、あてがわれて、まあ、その育てた子供がミトライコールアポロとなっていくわけですけども、その話はまた今日のテーマじゃありません。私の今日のテーマはですね、そのジブリールがガブリエルと、これも常識的な意見です。そのガブリエルイコールアナヒータ、これは私が発見したことです。つまりガブリエルイコールアナヒータとつながっていくとですね、その先にあるのがエア延期プロメテウスことになってくるわけです。ですからそのジブリールがですね、イスラムの神のジブリールがですね、ムハンマドに対してね、あなた方を作った人間を、泥から作った人間を忘れちゃいけませんよって教えているその神は、つまりは、まあ、エア・エンキ・プロメテウスがその向こうにいるということになってくるわけです。つまりですね、何かね、この地球上に住んで世界の世相を見ているとですね、もう宗教いくつかあると、その中でその宗教というものが対立しているような印象を受けますけども、そのルーツをたどっていくと何のことない、簡単な、まあ、系統と言いますか、原点と言いますかね、一つの点に集まっていくということになります。で、仏教だってね、仏教ということは、まあ、結局はその、ブッダと言いますけど、シッダルタ・ゴータマですけど、そのお父さんが、ストダナ・ゴータマでしょ。ストダナ・ゴータマは、ペルセポルスはダリウスですけど、それのダリウスに行って、バビロンを追われた、いわゆるサーゲイザー、すなわち最高官位の神官であったということになっていますから、なってくるとですね、じゃあバビロンの出身は誰かと言いますと、マルトクになりますからね。というようにして、すべての神がその辺に集約されてくるわけです。つまりですね、この地球に何人も神がいて、そしてその対立構造、まあ、対立しているわけですけども、それがそのいわゆる私たちの民族の数ほどね、の多くの神がいるということを考えること自体が冒涜だということですね。私たちの村だけの神がいるなんてね、冒涜。私たちの国だけの神がいる、それも冒涜。アジアだけの神がいる、それも冒涜。この地球だけの神がいる、それも冒涜。この太陽系だけの神がいる、それはあるかも言えかもしれませんけどもね、まあ、ある意味で太陽系そのものが、まあ、どこか見捨てられたような、まあ、太陽系ですからね。は
はい、しかし、まあ、そのあたりでも話を止めておかねばね、まあ、どんどん拡散してしまいますから止めておきますけども、まあ、太陽家だけの神がいる、まあ、そうだろうなということになってくるわけですよね。はい、まあ、ともかくもですね、そういう視点で、まあ、もう一度ですね、私たちの地球に、まあね、今問題になっているような宗教、その宗教の中核にいる神というものを考えていく、そういう視点でね、今日の私の一連の動画を通してですね、イスラムの神をテーマにしてですね、まあ、神というものがどういう神なのかということを眺めていただければ、神論でいいわけですけどもね、眺めていただければまた別の新しい考え方ができると思います。そして大変興味深いことにですね、ムハンマドはですね、天馬ブラークに乗ってね、一夜にして、まあ、メッカ・カーバからエルサレムを往復したという話があり、まあ、ブラーク、それはもう有名なイスラムのね、話で、それがお祭りにもなっているわけですよね。かたや、同じ、全く同じ時に、日本ではですね、聖徳太子が生まれ育っているんですよ。はい。その聖徳太子もですね、天馬ブラークに乗ってですね、なんとね、私の説によればですね、アメリカのワイオミングのね、デビルスタワーを行っているわけです。その様子を描いたのが、こう、永福寺ですね。永福寺にその絵が残っているわけです。はい。で、なおかつそこで話が終わるわけじゃないんですよ。そこでですね、大変興味深いことにですね、いいですか、ムハンマド、いわゆる、まあ、メッカ・カーバですね。メッカ・カーバ神殿からナスカに線を引っ張るわけです。そして今度はデビルスタワーからナスカに線を引っ張るんです。その2本の線はきちんと正確に2本の滑走路と重なって、その滑走路はですね、1本の滑走路、いわゆるまあ線で、まあ、交わるということです、要するに。いわゆる1つの点に集まるということです。ナスカ理論、プラットフォーム理論によればですね、つまりは、ムハンマドと聖徳太子は関係があるということになっていくわけです。なおかつ、聖徳太子はね、ウマヤトの王子、ウマヤで生まれましたね。それから、アナヒータはですね、処女解体によって、ミトラを産むわけですけども、やはりウマヤの前で産むわけです。ですから、そのあたりから今度はですね、ミトライコールミロコ菩薩説、その前に、まあ、ヘラクレスがいるわけですけども、ヘラクレスの教えを受け継いだ、まあ、いわゆる、ミロコ菩薩ですね、がその流れを組んで、まあ、聖徳太子が、まあ、その日本で、まあ、どういう立場でどういう地位だったか分かりませんけども、色濃くですね、ボディサスバのミロコ菩薩のですね、教えを伝えて日本にやってきたということなんですね。そしてその一端がですね、なんとね、縁の行者ですね、いわゆる今後座王今後権現様のですね、弟子でも使いとしてですね、日本で布教活動していた縁の行者とつながっていくわけです。いわゆる山伏というよりも修験道ですね、修験道の、まあ、縁の行者とつながっていくわけですね。ですから、法隆寺の参道はですね、まっすぐに寸分狂わず、那智大社の本殿を向かってますね。あるいはその横にある寺でもいいわけですけどもね。はい。つまり法隆寺、いわゆるはですね、那智大社を向いているというふうにして話がどんどんとつながって、日本ともですね、深い関係のある、まあ、聖者にあったということになっていくわけです。ただの、いわゆる、まあ、行者ではなかったということですね。まあ、それはまた私の別のところで皆さんにお伝えしたいと思います。もう何度もね、私の動画を通して皆さんに話してますからね。まあ、それぞれ個別にね、孤立に考えると、聖徳太子はね、奈良のね、はい、奈良の法隆寺を建立した方であるとか、その程度で終わってると、それこそ失礼だ。失礼千万だ。冒涜だということになっていくわけです。ですから、神々の世界を考えるときにはですね、まあ、いわゆる日本だけという考え方じゃなくて、まず第一歩として世界の地球のという視点で考える、さらにはこの太陽系のというふうに考えていくとですね、全く違った神の姿がその向こうから見えてくるということになるのではないでしょうか。私はそのように見えてますけどもね、でしょうかという視点をですね、皆さんにも持っていただいてですね、つまり神の常識、神に対する考え方、物の考え方、常識というものをですね、一度心当たりですね、変えろとは言っていません。まあ、しかし、ワンステージ、あるいはツーステージ、上に上げてみるということですね。それがまた新しい、まあ、これからの人間のあり方を
示唆するものの見方の原点基本になっていくと考えています。またそういう視点でね、ものを考え、神を考え、その神の存在ってものを認めることによる、認めるとですね、もう馬鹿くさくてね、国同士が戦争するとか宗教戦争するとかね、半島を取り合って戦争するとかね、あるいは小さな海にね通るね貨物船にね、そのミサイルを撃ち込むとか、まあ、そんなことバカくさくてね、できなくなりますよ、というふうにしてですね、人間のいわゆる精神そのものをですね、それによって高く次元を上げていくということがですね、今こそ求められているということになります。はい、まあ、ともかくも話戻しますとですね、その向こうに人間主導に苦心不信、あるいはまあ努力しているか神がですね、つまりはカインキリストということになります。人間主の最高神にして人間側に立つ、いわゆる神ですよね。後の神々は、まあ、そういう言い方をするとまたね、人間中心のものを見方する人は、なんだっていうふうに思うかもしれませんけども、後の神々はですね、実は外来種の神々だということです。いわゆるまあ、もともとこの地球で生まれ育って、まあ、成長した、進化した神ではなくてですね、まあ、地球外からやってきた神だということです。が、カインはですね、つまりブック1に出ているようにですね、最初に作られた男と女、すなわち人間種の最高神であるということになるわけです。その人間種の最高神である神がですね、つまり外来種の神と人間の間に入ってですね、つまり懸命に懸命に今人間指導をしているということになります。これが私の皆さんにお伝えしたい私の神論の一貫した姿勢ということになります。ということもどうか忘れないでね、まあその神ってものを考えていただければ、私のいわゆる一連のですね、神と人間の織りなす別バージョンの人間史こそがですね、実は本流の人間史であって、もろもろのね政治史というものの方がですね、ありゅう、あるいは枝葉にしか過ぎないということも分かっていただけるんじゃないかと思います。ということでですね、今日のビデオダーリーは今日のまあ、今日の発表しました。まあ、このビデオ代理発表した時にはですね、もうすでに14本の動画をアップロードしていると思いますから、どうかそちらをですね、そういう視点で私がですね、皆さんに分かってもらいたいことをですね、まあ、理解してくださった上で見てくださるとですね、ああ、なるほど、林が言いたいことはこういうことだったのかという形で理解していただけるものと思います。繰り返します。日本だけの神なんているわけないじゃん。ねえ。地球だけの神がいるなんているわけないじゃん、というふうにして考えていただければ嬉しいです。では失礼します。バイ。